石狩湾振興地域は、北海道石狩市から小樽市にかけてある工業団地。この項目では、第3セクターの石狩開発についても記載している。石狩湾振興に隣接し、石狩湾振興地域開発基本計画に基づいて、国、北海道、小樽市、石狩市、石狩開発が推進している、総面積約3000ヘクタールの大規模な産業複合拠点。 札幌市中心部から12から 15km、車で約30分の距離に位置している。幹線道路が整備されているため、道央圏連絡道路や道央自動車道などを利用して新千歳空港や北海道内の主要都市へのアクセスも充実している。開発全域の1、3を公園や緑地としており、良好な就労環境に努めている。 企業進出に対して、北海道、小樽市、石狩市による優遇措置やサポート体制を設けている。石狩開発は、石狩湾振興地域の開発を推進する第3セクター。北海道、日本政策投資銀行、石狩市、金融機関などが出資している。1978年から事業用地の分譲を開始したが、土地利用の低迷が続いて、 債務超過に陥ったため、2002年に民事再生法の適用を申請した。翌年に再生計画が認可されて、新体制がスタートした。北日本最大級の冷凍冷蔵倉庫群があり、流通業、食品関連企業、リサイクル関連企業など700社を超える企業が立地している。また、電力や通信回線などのインフラストラクチャーが整備されている。 こと、恵まれた、気象条件や自然災害が、極めて少ないことなどから、データセンターも進出している。五十音順。フォトマップ地域点、久し参照五十音順。フォトマップ地域点、久し参照港湾空港高速道路一般国道、石狩開発に関するカテゴリー。ありがとうございます。